江村千歳漢文4年9月26日は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての京都の医師、受学者。名は、修具、字は千歳、一生案と号した。A68 年、誕生。A6 年間に、針間三井史上主、江村民部、大輔隆代が、織田信長に圧せられて出奔し、京都に陰性し、千歳はその孫にあたる。 父の坂江元は文行を良くし、そのため、豊臣秀吉にしばしば招かれたという。果たそうとえに従って、医術を学び、連絡の学を収め、獣医として、日ご熊本藩主、加藤清正に仕えた。清正の死後は、京都に帰り、寛永年間に、三政勝山藩主、森忠正に招かれ、貧死の礼をもって偶された。1 0 0歳は90歳を超えても、 目や耳が衰えることなく、競争であった。御水ズを天皇に養情報を尋ねられて、養生の秘訣は、別着なし、飲食作資料も差し、ただ差の一時を体得するにありと答えた。漢文四年、百歳になり、直命により運算を許され、鳩杖、黄金、扇神などを賜った。千歳はこれに関急し、その家を玉物杖堂と称した。また、 千歳は和歌をよくして、細川雄才、木下勝利と交わった。同年9月26日に死去。小和三氏より、公安、強司祭、愚安はいずれも文学をよくした。なお、千歳の友人である伊藤拓安が、千歳の日常談話を記録した、老人雑話がある。その中に、畜前神は、信長の手の者の様にて、その上来楽の気質なれば、 人に対して、実年にをこれり。明智は、とざまのようにて、その上近郊の人なれば、失に陰銀なりという一文が載っており、合法来楽な豊臣秀吉と近現実直な明智、光秀の違いを指摘していると、静岡大学名誉教授の小和田哲夫は述べている。松崎行動、行動日五読み三平本社、1973年、P146。 松崎高堂、高堂日後読み三平本社、1973年、P146。戦国武将に学ぶ、明智光秀無本の裏に隠された、心、有識、地償の実像オトナンサー、2019年9月8日。ありがとうございます。